さとみ先生と歌って遊ぼう。昔昔浦島は助けた亀に連れられて、竜宮城へ来てみれば絵にも描けない美しさ。乙姫様のごちそうに鯛やヒラメの舞踊り、ただ珍しく面白く月日の経つのも夢のうち。遊びに飽きて気がついて、おいとまごいもそこそこに、帰る途中の楽しみは土産にもらった玉手箱。帰ってみればここはいかに、もっといた家も村もなく、道に行き合う人々は顔も知らないものばかり。心をささに蓋取れば開けて悔しき玉手箱。